1963年1月1日、日本で初めての国産テレビアニメ、鉄腕アトムの放映が始まる。科学は人類の進歩の証であり、平和をもたらす万能薬だと思われていた。1963年10月26日、日本で初めて原子力による発電が始まった。感情さえ制御できない程度の論理で核分裂を制御しようとする人間たちの喜劇、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。